委員長の報告を求めます。環境委員長石原博隆君。ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携のもとにおける漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。本案は参議院選挙に係るもので、去る5月27日本委員会に付託されました。委員会におきましては、翌28日に小泉環境大臣から趣旨の説明を聴取し、今月1日に質疑を行い、質疑終局後採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。なお本案に対し付帯決議がされましたことを申し添えます。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。法案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第2は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。日程第2、水循環基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の